朗報、サッカー森保監督、もしかしてめちゃくちゃ有能説。これ見ると森保ってすげえんだな。森保はよくやってるけど自国の代表監督をやるのと他国の代表監督をやるのとじゃまるで違うだろ。右南野とかいう機能しない配置を諦めずに固執し、堂安とかいうゴミは相変わらずスタメンに使い右サイドを崩壊させた森保が有能？すごくないでしょ。レオザが言ってるし、誰かが言ってたって判断はやめた方がええで。クササッカーやろあの人。レオザって、恥ずかしすぎる。いやいや森保がサウジ代表監督だったらもっとひどい負け方することになる。まあ選手層が違いすぎるサブニソシエダ、リーグアンの2位のレギュラーセット出てくるのきつすぎ。選手層で言うならドイツスペインの方がさすがに上だったはずなんだがな。アジアカップだけうまくいかんがそれを除けば下手な欧州監督よりはるかに上だと思うけど、選手の特徴を活かせれない奴は無能。選手がいいからって勝てるわけではないだろ。お前ら昔の銀河系軍団知らんのか？今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。